こんにちは、今回は原石配布についてです。もしかしたら1000原石以上ももらえるかもなので、今回はぜひ参加しましょう。まずイベントの開催が本日11時からで、約2週間もの開催です。終わりが6月19日ですね。3.7 前半の期間開催のイメージでしょうか。参加条件はランク32以上、稲妻の魔人任務序盤、あとカード解放までの任務です。下の任務などは必須ではないので、基本スキップで大丈夫だと思います。イベントページからクイックスタートで開始できます。そして今回の報酬が1000原石をはじめとし、イベント配布の新武器、育成素材などももらえます。点数を上げる王冠もあるのも嬉しいですね。今回のイベントでは4つのコンテンツが遊べて、日ごとにどんどん解放されていく仕組みですね。七星召喚、カード絡みは1つだけですので、安心して遊びましょう。まず最初はモンドにて会話系を進めます。約30分ほどかかると思いますので、時間のある時にのんびり進めましょう。いろいろなキャラに会えるのでとても楽しめると思います。そしてこちらが会話後のイベントページです。このように4つのコンテンツが初日から遊べます。モンドの城近くにて NPC とそれぞれ話しかけて、各コンテンツが解放できる流れとなっています。まず1つ目のコンテンツがからくり絵画ですね。初日では2つが遊べます。まず一定時間後にヒントがもらえますので、基本的にはそれを待ってヒント確認が一番です。左上のプレートではプレートの位置交換。ギア支柱では全ての歯車が回るように右のギアを配置していきます。これがヒントが出た後で右上のキーによりヒントがもらえます。左上をプレートに合わせてヒントのキーを押します。すると上で交換が必要だと表示してくれます。そして対象のプレートを選んで位置を交換です。上2つのプレートが変わったのがわかると思います。そしてサイドヒントのキーを入力して、ギアを配置する場所を表示してくれます。今回であれば1、4、2となっていますね。で実際にギアを配置していくときは、すでに動いてる歯車の近くからギアを配置していきましょう。2番はミドルギアを配置。続いて2番近くの4番を動かしていきます。4番はラージギア。そして最後に1番を動かします。1番はミドルギア。これで1つのステージがクリアとなります。基本的にヒントが出るまで待って、ヒントを頼りに攻略が1番だと思います。後半では高さ調整など少し難しくなるかもです。2つ目のステージは答えだけ出しておきます。左上と右下のプレート交換。少し操作が難しいかもですね。2番にラージギア。1番にミドルギア。3番にラージギア。これで2つ目もクリアとなります。難易度に応じて今後別途動画にしていきます。そしてイベントページから報酬を受け取ります。次のコンテンツに移ります。ゼロアワー召喚でカードゲームですね。ただそこまで難易度は高くないので、誰でも気軽に楽しめます。まずカードで対戦しますが、最初に注意点がありまして、画面左下で難易度調整があり、全報酬をもらうには最初から真剣勝負で戦いましょう。難易度を変えないと2回戦うことになってしまいます。この画面で戦うカードを毎回選んでいきます。基本的にカードの左上に優勢と表示のあるカードから、キャラを選んで全然大丈夫だと思います。そして1つのカードを見ると、そのキャラがいくつかのカードを所持していて、それをカード中に使って敵と戦っていきます。この所持カードはそこまで使わないので、全然気にしないで好きなキャラで十分だと感じました。初日であれば水精霊、ウェンケ、ディルックを選びました。基本的な戦闘は通常と同じになりますが、すべてのキャラの元素チャージが2個溜まった状態でスタートします。敵のチャージ数を見て元素反応で爆発を受けないようにしましょう。右のサイコロはすべて万能元素となるので、スキルや元素爆発はいつでも使える状態になります。基本的にスキル使用で敵に元素付着。そしてキャラを変えて元素反応をどんどん狙っていきましょう。初日の敵の難易度は全然簡単だと思いますので、初日は久しぶりにカードの遊び方を。思い出しながら遊んでいきましょう。一応簡単に右下のここがスキルと爆発です。丸い下の数字がスキルと爆発に必要なサイコロ数です。一番右が元素爆発でキャラのチャージが溜まれば撃てます。
元素爆発もどんどん使っていきましょう。もし難しければ気軽にコメントください。次のコンテンツに移ります。なんとかのタクティクスですね。これは戦闘系のイベントで気軽に遊べます。NPC に話しかけた後にこのページが出てきます。画面下にこちらも難易度選択がありますが、全報酬をもらうために今回はノーマルでも大丈夫でした。一番ノーマルが簡単なので最初はノーマルから遊びましょう。戦闘自体は少し面白いルールで、一定の敵を倒すことで味方を強化できるサイコロを出します。初日であれば草と雷キャラに大きな恩恵がありますので、草と雷キャラメインで挑戦してみましょう。戦闘開始後に右下に特殊なキーが表示されます。サイコロを多く集めた時にこのキーを押すことで、敵に大ダメージを与えることが可能になっています。ただノーマルの難易度であればこの要素はそこまで、気にしなくても敵がどんどん倒せると思います。ちなみに全報酬をもらうための3000くらいを超えたあたりで、途中退出してしまっても、ポイントは維持されますので、中断してしまっても大丈夫でした。これでこのコンテンツはクリアとなります。2000ポイントが全報酬の基準ですね。そして最後のコンテンツです。これは気軽に移動がメインののんびりコンテンツです。イベントページから開始場所を表示させてから、まずは目的地に向かいます。初日はモンドですね。おそらく今後世界各地に遊びに行けると思います。このように開始地点に挑戦マークがありますので、指示に従って周りの景色を見ながら、のんびり進めていきましょう。ゴール地点にスタンプがあるので、それをもらって初日はクリアとなります。ここは簡単なので景色を見て楽しみましょう。ではゴールまで少し流して今回は終わります。初日からイベント配布武器ももらえますので、最終日までのんびり楽しみましょう。ここまでの方はご視聴ありがとうございました。ここのスタンプを調べてクリアです。ご視聴ありがとうございました。